なんか来た。やばい。食った。かっけえ。おはようございます。寝坊しました。今日はちょっと潮が早いみたいなんですけど、カンパチが結構入ってるみたいです。さっきからなんか何人かかけてる人がいたんで、まあ、まずはムロアジを釣りつつ、それを今日は流して、今日はサメじゃなくてカンパチを狙います。頑張ってやっていきましょう。わあ、なんだ、親ビッチャ、親ビッチャだ、多分わかんない、多分親ビッチャ。泳がせるな、これでもいいって言ったんで、とりあえずキープ。なんだか熱帯魚が釣れた。これなんだろう、さっきから釣れるけど、すごい綺麗なお魚だよ。ブルーギルみたい、こいつも。サメがいるって。サメ釣りて、今サメホイホイ投げてるから。サメホイホイ置いといた方がいいかな。置いとこ、サメホイ。よし、かっけえ。島の男だ。何、カツオ、おお、よいしょ、おお、すげえ、おお、すげえ、うわ、綺麗ね、綺麗なカツオだ。もうカツオ釣りたいな。それこれで、煽って餌を出す。合ってんのか分かんないな、これ。なんか来た、なんか来たぞ。すげえ、一投目だ。なんだ、デカめの。よいしょー、デカめのお魚が釣れた。すげえ。なんだろう、この魚。笹の石積み。
石積み、うん、ササヨ、うん、初めて聞いた。イエーイ、ササヨだって。綺麗な魚だね、これも。一頭目で釣れた。かわいい。お茶、これ美味しい？ちょっと臭みがある。あ、臭みある。じゃあ返した方がいいね。もっとサービスした方がいい。見えるよ、多分1メーターぐらいで見えてたよ。大丈夫だ、いいかい。あ、ほんとだ、すごい。ここが見えるぐらいのところでやればもう。すげえ、いっぱい釣れる今日。めっちゃ追われてる、めっちゃ追われてる、追われてる、追われてる。追われてたのに。消えました？本当？やばい。うわ、もう一匹後ろいるよ。後ろもう一匹いるよ。ついてきてる。わあ、ありがとうございます。すいません。でかいでかい。でかい。よかったな。ねえ、よかったね。やっと食ったよ。これ安心して帰れる。安心して帰れる、これ東京に。よいしょ、やったー。カーパチューだー、やったよ。はい、というわけで無事にカンパチが釣れました。いやー、すごいね。壁際に
話は聞いてたんだけど、壁際に追い込んで、ムロをね追い込んでカンパチが食うみたいな、それをもう目の前でマジでエイトトラップみたいにアジがもうビヤーンってなっててめちゃくちゃ楽しかった。なんかだいたい 2.5 キロぐらいかなっていうことで、まあ、ちょっとお店に持ってってさばいてもらおうかなと思います。まあ、サメはね釣れなかったけど、でもまあ初回八丈島初回釣行としてはめちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思います。絶対また来ます。次は青ヶ島も行きたいし小島も行きたいし、伊豆諸島結構もねガンガン回っていきたいなって思ってるんで、それなりのタックルとかいろいろこれからまた揃えていこうかなと思います。というわけで八丈島釣行終了、ありがとうございました。楽しかった。